太鼓チャンネル。皆さんこんにちは、加畑雅則です。浅見遥です。今日の太鼓チャンネルは先週に引き続き和太鼓スーパーライブ in スワンドの模様をお送りします。もうね、練習も素晴らしい演奏だったね。はい、うん、今週もとっても楽しみです。本当に、はい、ね、じゃあ元気にいってみようか。太鼓チャンネルスタート。今回は先週に引き続き和太鼓スーパーライブ in スワンドの模様をお送りします。先週は五流太鼓和太鼓荒川社中をご紹介しましたが、今回はライブ初出演となります和太鼓いぶきに注目してみました。和太鼓いぶきの皆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分たちはですね、静岡県島田市というところで活動しています。メンバーは今日は4人なんですが、本当は8人います。なるほど、はい。まあ、この番組としてもですね、初登場ということでですね、そうなんですね、嬉しい限りなんですけども、はい、ありがとうございます。見てはいただいて、もちろんです、太鼓チャンネル。ありがとうございます。、はい、嬉しいです。なんかね、見てないとは答えられないようなふりしてましたね。すいません。でですね、ま、太鼓の演奏っていろいろあると思うんですよね。私もいろいろ見させていただいてるんですけども、この息吹としてのなんかカラー、はい、演奏としてのなんかカラーっていうのあります？和太鼓息吹なんですけれども、結成した時にですね、いろんな今全国太鼓チームがあります。一生懸命やってます。その中でどんなものが果たして自分たちの個性を表すに良いんだろうかと考えた時にですね、綺麗な音、それを意識して太鼓を打とうと、そういうものを曲にしていこうということで始めたものですから、あまりこうフルでバシバシ行くのはちょっとやめて、うん、一歩引いて綺麗な音を紡ぐというスタイルを目指して頑張ってます。なるほど、綺麗な音を紡ぐ、はい、ああ素晴らしいですね、はい、なるほど。じゃあ、もうたくさん今日お客様いらっしゃいますので、はい、最高の演奏を期待してます。頑張ってください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。和太鼓いぶきというわけで、そうですね、うん、もう女性主体のメンバーということなので、うん、もう華やかで、そして音がしなやかで、そう、ね、綺麗ですよね。綺麗だよね。でこの一番目の左の方、はい、うん、とさっき あのインタビューでね答えてくださった代表の方、うん、なんと、はい、ご夫婦です。あら、そういうこと。そうなんですか。そうなんだよね。で、まあ、お二人で始めたものが、まあ、徐々にメンバーがこう増えてきて、今や総勢8名で活動されているってことなんだよね。すごい、夫婦2人から輪が広がっていく、うん、素敵ですね。ぜひあの8人体制の演奏もね、番組で披露してほしいですね。ぜひ。
最後に五流太鼓和太鼓荒川社中和太鼓伊吹による迫力あるコラボレーション演奏です。今後のイベント情報。8月26日には和太鼓スーパーライブ in スワンドが行われます。出演は日立の国ふるさと太鼓会をはじめご覧の方々、迫力ある演奏をぜひご堪能ください。9月9日に埼玉県東秩父村で下草刈りを行います。その後はオンデコ座と太鼓の練習をしましょう。太鼓の森作りに皆さんで参加しましょう。出演者募集。11月4日に大太鼓日本一を決める太鼓祭り in 熊谷ドームが開催されます。優勝賞金30万円、準優勝10万円、一次としてビデオ審査、本選で特別審査員による審査があります。応募の締め切りは8月31日までです。詳しくは日本太鼓協会まで。東西ナンバーワンを決める大会が9月いよいよ開幕。9月16日には愛知県豊田市で第2回西日本大会が開幕。開演は午後2時、場所は豊田市民文化会館。そして22日には埼玉県鴻巣市で第6回東日本大会が開幕。開演は午後3時、場所はクレア鴻巣。詳しくは日本太鼓協会まで。熱き和太鼓魂活目せよ。今後も太鼓のイベント盛りだくさん、この機会にぜひ足を運んでみてください。さて次回の太鼓チャンネルは
太鼓レッスンの模様をお送りします。一体どんなレッスンになるのか、とても楽しみです。皆さんも楽しみにお待ちくださいね。それでは太鼓チャンネル、また来週。